え皆さん、こんにちは。4月9日のしゃべりすぎゲーマーへようこそようこそこそ。はい。まだ喉があれなんで、そうですね。ちょっとで。これから静かになります。はい。何をです野口です。前です。千葉です。ということですね。今週遊んでるゲームとか、皆さんのコメントコーナーいきたいと思うんですけど、それより前には、今週のテーマは、シンプルイズベスト。

でもいいい面白いってことやっぱり単純でも面白いゲームあるので語っていきたいと思いますが、うん、まあ自由にもも出たねヨシもパックフォームゲのまあよしや単純なのか分かんないですけどねまあ、まあ、結構簡単なこととシンプルなことはちょっと違うんですどちらかというとここにおけるシンプルはいわゆるゲームメカニックが簡単って意味なんで、うん、そういうそのすぐなれるまああれですね マスター、うん、ハードトゥーマスターみたいな感じのものが多いとは思いますので、うん、もちろん古典的にはテトリスとかダニエルスケンスでダッドトトリスとかいっぱいあるんだけどみんな自分のおすすめを言ってくださいじゃあ最初は千葉さんから僕は最初から考えてた、えー、とワンフィンガーデスパンチというゲームをあげたいと思います結構有名なゲームだと思います もともとね、XBOX ライブインディーゲームで出たゲームで、これどういうゲームかっていうと、あの、二つボタン、右と左のボタンを、音ゲーみたいに左右から敵がやってくる、敵っていうか、マーカーやってくるんで、マーカーやって、A か B か押すだけのゲームです。 そうするとあのキャラクターがいてキャラクターかっこいいアクションを出してくれるっていう,うただキャラクターみ見たな棒人間です棒人間棒人間って言って、まあ、<laughs> 棒人間です、まあ、棒人間 <laughs> まあそんな感じですかあれですねマシュマロマンみたいなママ昔あったス,スパルタン X とかあったじゃないですか古いか 野口くんに知らないかしら僕はダンネスプラダン X はこうやってプラットフォームゲームだけど、これでどんどん進んで、右と後ろと前から敵が出てきて、あちょあちょっあちょってそれを超単純化したやつ。敵がやってくるからボタン押せば倒せる。ただこれを右左ずっとやるだけ。本当に右左だけ押すような。押すと勝手にいろんなアクションコンボとかでかっこいい、カンフー的なものとかやってくれる。ええ、面白そう。なんかリズムゲームっぽい雰囲気。 <も>まあ、やってはかなりリズムいいですね。でもす、とにかく見てこう、タイミングよく。すっごい忙しいよ。<laughs> めっちゃ忙しい<ー>。あ、最終的には。 結構レベルがいいっぱあるんです最終的にはその2つのボタンを別の指でやらないとこうやってるともう追いつかなくて追いつかないぐらいなんですかもう右左がやばいからこう切り替えの時間が惜しくなってしまうちなみに PC 版だとデフォルトは多分マウスだったと思うんだよ右クリックでやってこれがねリアル検証円なんですこれでやるからもうひどいこれ大変大変で一応多分アサインでキーボードがいいと思いますね ちょっとやってみたいですね。えねゲームセンターとかにあったら絶対盛り上がると思うんだけどね。いや超ねこれねなんかシンプルでちょっとね見た目がねやっぱそのだからその人が別に 3D モデルとかじゃないから。うんうん。待ってとか思ってたけどやったら面白くて。もうええ。してみたいですね。ボスとかいるんですか。いるいるボスボいるんだ。一発で倒せないやつね。あ何回も。なんか敵となんか組手みたいになるシーンが。あってそうそうそう。 なんか今度上から例が出てくるやっぱでも2ボタンなんですよ <laughs>、えー、それでこうなんかバシバシバシって,って倒すみたいなのもありますワンフィンガーデスパンチ,パンチすげえシンプルあ,ある意味ずっと QTE してるようなもんだからああ<ー>そうですね、うん、なるほど、うん、そもそもパンチってさこうフィ,フィストでやるものだからねいや指じゃん 指1本だけでできるんだ。ワンフィンガーだかワンフィンガー,デスパンーですか。<laughs> <ク>いや、でもこれだからゲームの,、ね、あの操作はこれだけど、中ではかなり派手な。パンチだけじゃなくてキックもやってるよね、実際は。キックもあるし、あの剣とかもあるんであ。武器もあるんですね武器も、ね。器もね、器も別に自分で拾ったりするわけで勝手になんかやってくれてる,てるんですね。<laughs> 面白い。はい。ということでじ。じゃあ、そのまええ、私、シンプルもの好きよな。 や,ね、やっぱり、そんなイメージあります。あうん、まあやっぱり、やっぱ、テトリスだよ、テトリス。やっぱこう、特に、まあ、みんなで遊べ、すぐに遊べるものが好き。うんうん、なので、まあ、テトリス99って、本当にこうやって説明、本当にないの。 またテトリスからちょっと難しくなってますけどね。まあそうなんだけど、実際うまくプレイするのにはそんな簡単じゃないんですけど、まあ入りやすい。でも一番簡単なバトルロワイヤルでしょバトルうだね。バトルの中では一番簡単、一番シンプル。ボンバーマンか、ボンバーマン。ボンバーマン大好きなんですよ。ボンバーマンの方が多々テトリスは複雑ですね。アイテムがいっぱいあるからね。でもボンバーマンね、アイテムいっぱいあるんですけど、 基本的にはすべてを無視してまあ置けばいいか基本のプレイは、うん、あ<ー>そうまあ,、ね、あアイテムはなくてもいい取,取って適当にバカしていけばいい適、うん、<う>当に爆か、うん、まあそうだねでもキックするやつとか間違ってなんかとんでもないことあるあ,あるあるですね。うん でトリスすかかだら特にこれってあんまないけどさっきちょっとエエックス a クス x レジェンドを久々にやってたんですけどピンクシステムってすごいじゃないですかこの間ねフォートナイトも同じシステムをパクって入れてました欲しいっちゃ欲しいよねあれ確かに便利ですよさっきですね外行って昼ご飯買いに行ってさうちの会社の前にいつもいろんな屋台が来るんですねフードトラックがあってその中で今日無料で配ってたんですよ 何をああ、なんか、試行品そう、サンプル。リゾットをみんなはい、サンプルね。それを見て、なんかみんなみんなを知らせるためにピンしたかじですよ。いや、まあラインとか言って。l ラインで言えばよかった。そうそうそ地図とかをシェアする。l i n だったら、こう開いて、こう書かなきゃいけないですけど、ピンだよね。ワンボタンで。ワンボタン。ワンボタン。だから、エフェクスの何がすごいかっていうのは、その。 えー、例えば、じゃあみんなそっちの方行きましょうとかそっちにあの揃えましょうとか、うん、あのこういうアイテムここにありますボディアーマーのレベル2ここに置いてありますとか、うんうん、敵はそちらで拝見しましたとかすべて同じワンボタンでみ,みんなに報告することができるのは本当に素晴らしいシステムなよくあるシステムですけどね。うんうん まあバトル・ロワイヤルで実装されたのは多分初めてだったんだと思うんですけどね、うん、これまでなかった。あんまりそう、あんまり拡張されなかったよね。このシステム自体はずっと前からあるのに。そうですね、いや、まあ、チームプレイにしたからっていうあの有用性が高くなったのはあるんですね。うん、これまでバトル・ロワイヤル、も、ま、ち、あ、ろんスクワットとかあったけど、まあ、基本ソロだったから、ね。普通のシューターもあるけど、そんなにね、拡張されなかった。まあ、ボイスチャットが多分ェイになったせいなんだと思う。<ー>例えば、ゴルフだってあったし、<ー>もっと前ならシャドーランとかで普通にあるんですよ。 だからそれはドラは特に便利だ。つまりそのコンテキストデータみたいな送るような風にはなってないし。そこに敵側さんにいますとか送ってくれるんですけどピンすればそういうのがあんまりね思いのほかこれこれからの時代これラジオチャットがみんな充実するんだろうなと思ったらそこでもなかった。ラジオチャットめんどくさい。選ぶの。特にでもみんなで遊ぶときは本当にこうわかりやすい理解あの理解しやすいルールがいいですよね。だからそういったピンシステムがあるだから。とりあえずここに行きましょう。そうそうそう。あいつを倒そう。 テトリスも入りやすいからみんなでプレイできて盛り上がるし、ランボみたいなゲームもランボ大好きですけど、ランボランボ、走る方ランボ、インディーズの。はいはいはい。ニテンドースイッチとかいろんなところでプレイできるものですけど、8人とか9人で、まあ、レースするものですけど、単純に左から右へレースするの話ですね。なんとこう色が。 背景の色が変わりまして、でプラットフォームがパーファール。同じ色だったら消えるっていう。うんうん、まあ、そういう、いわゆるラン系のゲームはシンプルだし、そのマルチプレイのものも多いね。あのスピードランナーだっけとかも、まあそういう似たようなシステム。うんうん、ともかく、こっち住めばいいっていう。はいはいはい。なんか一人でプレイするときは、もう超凝ったものでもいいですよね。あのうん、赤道とかそういうものなんだけど、もうちょっとこう、濃いもの。 イ、うん、ーロもねいいもダークソウルに比べた単純なゲームですまあ確かにシンプルです、ねうんまあ、それでもいい,と思いもってみればそれ,それでもシステムは複雑じゃん,うん、うん、だけどみんなでプレイする時はできる限りシンプルが好きですはい、はい、なるほどじゃあ続いて僕いろいろ考えたんですけどわかりやすいのに言うとトライアルズ ライアはスかあれはシンプルなのかね、ルールはシンプルなのかね、ルールはシンプルなんかね、なんかとも言えない奥の深さはあるよね、まあ、簡単に説明すると、横スクロールでプレイヤーのバイク乗って、すごい難関なステージをただただゴールするために走っていくんですけど、プレイヤーできるのは多分アクセルとブレーキ、バランス、その方向スティック使ったバランスを重心取りながらなんとかして進んでいくんですけど、まあ、あれは うんまあ、僕の中ではすごいシンプルイズベストなゲームに入る感じです <laughs> まあシンプルイズベストだと思うけどただその、うん、さ重心扱う操作とかって、うん、んか他のゲームにないからそうですねなんか予想できないよね最初最初はそう, <laughs> そう最初はね非常に何、ね、かウィリーしちゃったよみんなバランス外れちゃうそれはありますね最初はやった時なんかすごい複雑なゲームな気も僕もしてたんですけどあのやっていくとあの慣れてくると本当にあに単調な ゲームになってきてきとにかく試行錯誤を繰り返すようなゲームでだこ,この重心どの重心が合ってるかはちょっと本当にそのステージを何,何通りか,繰り,か繰り返さないと分かんないんですけどす、ね、結果的には答えは大体一つ二つみたいなゲームなのでまあシンプルなんじゃないかなっていう気がします、ね、ま,あまあねなんかやってると掴めてくるも何かから、まあ、言葉で説明できないけど、ね、シビア系のシビアですね <laughs> 簡単なルールだけどシ <laughs> いわゆるまあシンプルに見えるけど実際その操作を学ぶのに そうですね結構時間かかると思います。バイクの乗って大変なんだね。こんなに事りやすい。あれもっと横のバランスも取らなきゃいけないからね、本当に。そうわったらシンプルだ。シンプルですね、確かに。あいつはずっとこうやって止まってられるからさ。パッと見たら、あこれなんかこうシンプルなもの見えるし、すごいカーティーニシなビジョンもあるし、実際やってみれば、その操作の複雑さがあれはわざとだから、複雑にしてるわけでしょ。 うん、まあ、ほぼコントロール不可能ぐらい,い、<laughs> まああれできちゃったら面白くないか、ねい、自分が酔っぱってるような感じ。はい、うん。他にありますか？他ですか？他だと僕うーんとね、またちょっとジャンル違うけど、無双とかもそういうの入るのかなっていう気はう無双は意外と複雑なシステムだっけど、ね、まあ若干なんか武器ごとになんか属性があったりするけど、やってるアクションは非常にシンプルで。 複数の敵をまとめて倒す以上もうそれはそうだけどゲームプレイがシンプルになってるルールを統一してるだけですからメカニクスが意外といろいろあって確かにメカニクスで考えたら別にシンプルではないですけこれなんかその FE 無双をやるために過去の無双をちょっとやってみようって言っててチュートリアルやったからチュートリアル長かったよまあ長いですねかなりりあます結構馬乗ったり使うのかっていろいろあるからな そういえばねあの、なかなかチュートリアルが終わらないようなゲームあるじゃん。例えば、FF13 とかやってる時に、新しいシステムがもう10時間とか15時間ぐらいのところまだ新しいシステムが入ってくるんですけど、ねうんえー、私、そういうのはちょっと苦手かもしれない。 まあね、F13 はちょっと極端すぎなゲーム。極端そうだけど、それだけじゃないけどね。そういったゲームいっぱいやって。シトリア長いのはね、ちょっとイライラしましまシでトリアルはなかなか終わらないというか、すると新しい要素が増える。まあ、ある意味、それがね、バリュー。まあ、刺激があるそういいかもしれないけど。まあ、あとは結構丁寧に説明してるっていうことなんですよ。大体あのゲームからず一つの何かがあったら、それを実際に試してみようかなと。あそうですね。ありますね。実践みたいなのが。はい。じゃあ、もういいですか。 いいっぱありますよね僕はインディーゲームが好きですけど、インディーゲームはそもそもシンプルなのが多いので、まあ、非常に究極ミニマリスティックになると、一番有名だと、えっとドクター、ハイパーヘクサゴン。ああ、ハイパーヘクサゴン。スーパーヘクサゴン。スーパーヘクサゴン。スーパーヘクサゴンのハイパーモード。スーパーヘクサゴンは六角形の中をよけるだけなんで、これもワンフィンガーデスパンチと一緒で。 あの、二つの、そうですね。うん、<の>回す、はいはい、画面の,の。難しいな、説明、ね。右にあったら、右に回って、<laughs> 左にあったら、左に回るってだけ,だけですから。そうそうん。まあ、あの、キーボードでやる人もいれば、あの、マウスの右左クリックでもできる。まあ、でも、これ難しいんです。難しい。難しいですよ、ね。難しいです。でもね、難しいんですけど。 恐ろしいことになれると最初のステージとかはこれできるわけねえだろって普通に思うわけはいはいはい思った思った思ったでもねクリアしていくと何これ最初のステージ超楽じゃんってなるんですいつの間りかホンにこれがねビビりますよなんかスローで見えてくるスローに見えるなホントにそうバレットタイムみたいになるんですそれがやっぱりよくできてますねなんかレベルデザイン的に多分ね結構あの 見抜けるように作られててやっぱある程度パターンがあって何パターンかを覚えると比較的簡単に抜けるの側面が強い、うん、まあ他でえっ、ー、とねインディーとかだと何があるかな結構いろいろあるんだけど、まあ、最近やってたエイプアウトとかもかなりシンプルです、ね、あ,<ー>あれエイプアウトできることって ゴリラはゴリラなんで <laughs> <laughs> ゴリラなんでできること少ないんですよあの <laughs> イ,インベントリーとかないですよ <laughs>、まあ、できること多いそうなんだけど人を殴るのと人を掴むだけなんだよね <laughs> はい、はい、でも人を掴むと人が勝手に発砲するからそれをうまく使ったりまあな掴んだらそれ投げる投げる,投げるその辺のあの簡単な操作だけど意外とできること多いようなことをさしてうまくクリアするだから 敵はね銃でで攻めてくるんですよ、はい、だからあの近接しかできないから近づけないじゃんって思うじゃんでもこっそり忍び込んで一人こうやって一人を盾にしながら行ってボンって投げつける、うん、なる。ほど 狡猾なゴリラいたら怖いですよね。その辺のゴリラっていう設定とシンプルさがうまく合ってるのはいいのあれが人間だったらおかしいもん。怪力すぎるのもあるしもうちょっとまともな脱出手段を考えてくれるとそういう意味ではよくできてると思う系は多いね重要です。ね まあそうそううやっぱセッティングとかもやっぱりそのシンプルだけに、うん、まあどちらかというと抽象的なゲームはシンプルになりがちですけどねースーパーホットとかかなースーパーホットかーーットもシンプルですし、ね、あは移動してない間は時間が止まると、うん、まあスーパーホットとかあとは何だろうな、まあ、シューターでもそういうシンプルなゲームはたまにありまですけどシューターじゃないですけどまあこれもインディーですけどホットラバーっていうゲームがありますがホットラバーこれはシューターのなんていうの 動くところだけに注目しちゃう。っていうと変な感じジャンプトリックみたいな。要するに、まあでも初めてやった人は多分、なんかマリオの地味なやつとか思いますよね。まあその一人称の 3D プラットフォーマーの特別なアクションないやつ。やれることは移動しかないです。ただ、この前この前野口君言ったけど、ストライフジャンプってある。ストライフジャンプみたいな技はすごい使えるんで。あとバニーポップっていうその タイミングよくジャンプあのするとどんどん,どん,どん、ね、距離がいっぱい加速するんですよ。はいはい、あとストライフジャンプって言って右左に振るとビョーンビョーンビョーンってか,かなり過剰に出るように出てるんでんすごい速いいです上手い人ののプレイ見るとえって感じやばいです。 ちょっと違うけどスーパークラウドビルドみたいな、ね、そうですね。まあクラウドビルドはもうちょっとね,ね複雑な方だと思うんですけど、まああれのあれをなんか手上の手動のテクニックでそう実現させ実現させた感じで結果としてブースターみたいなの使わずになぜかブーストするす <laughs> <laughs> 結果的にねあのクラウドビルドの方がね簡単じゃねえかって気がするあ,<ー>あのホットラバーね,あ,ねあのなんかしすごいねストイックすぎて やばいですだって上にあるとこに行くとかだけどテクニック上の問いをどんどんだしミラーズエッチ的なまあまあミラーズエッチはもうちょっとそれを大げさにしたところはあるけど演出上そういうところはあるんですけどパルクールってほどじゃないですよ走ってジャンプしてるだけプで棒をつむぐらいしかでもミラーズエッチとかもシンプルだけどよくできてますよねミラーチすすごく好きだったんでけど あのゲームってさ最初は本当にパークルだけですねはいで途中でこうまあシューティングの要素が入ってくるんですけどまあ敵の奪うぐらいですかねそうだけど私その部分いらないんやなと思っていやまあテイクダウンするぐらいはいいと思いますよスライディングで倒してだからむしろシンプルで初代結構ね銃撃のシーン多かったか多かったですね2減ったと思うあそうなの減ったそんなに2で結構変わってる印象だけどなるほどワーは結構そう 確定で銃撃戦やらされるシーンも何回か。まあ俺がやりたいのは FPS じゃねえんだって思う時ある。そうなんですよね。うん俺の知ってるフェイスじゃなくなってしまったみたいな。顔も変わってるけどねフェイス。確かに。あれミラージのモバイル版もありましてね。それは普通にあの 2D の。そうそうあ横？横スクロール。横スクロールまあランゲー、ランゲームですね。と指でこう。 まあ雰囲気はよく伝えてましたねゲームとしてはだいぶ違いますやっぱしまあねまあランゲーム自体はねやっぱりスマートフォンではいっぱいあって好きな人はずっとやってると思いますけどね有名なカナボルトはかなり昔のゲームですがカナボルトは本当にジャンプとスライディングだけうんスライドはないよジャンプ一応タップでジャンプぐらいですね勝手にスライドするかもしれないですけどねいろんなアニメーションン。基本的にはジャンプ あ,あれは有名な開発者が作ったインディーゲームとして有名ですけど、まあとはだから本当に「テンプル・ラン」みたいなね<ー>流行ったゲームも言うても右左だけやってるだけじゃんン、ね、ジャ,ンプ,かなジャンプもありましたねここ10年くらいを見たらメカニクスで言えばあの、うん、バットマンの戦闘とかは戦闘システム自体をシンプル化させたっていう。あ アーカムゲーのスパイダーとかもね、今やってます。スパイダーマンも賢いっちゃ賢いですよね。あんだけ多様なゲーム、別にシンプルなゲームじゃないけどね、どれも。まあ、ゲームないよヤだから、パートだけはシンプルですよね。先頭だね。うん。はい。じゃあ、そんなとこですかその感じかな。音ゲー、音ゲー、さっき収録開始前に音ゲー、まさにシンプルじゃん。音ゲーはシンプル以上の何者でもない。複雑な音ゲーってある あるんじゃないです何もちろんあるよ、あのね、たとえ、もっも、最も複雑なやつは。もっとも、あのね、マーケード系音楽とかも複雑なもの。あ、音劇じゃないか。音楽、音劇音楽、音音楽は変なゲームだと思う。ちょっとシューティングゲームが入っちゃってる。そうです。あと、まあ、場合によって例えば、あれです、えっと、プロジェクトディバー、アーケードバにその、スライドパッドがついてくる。 難しいっていうよりは、えー、何に使う。スライド。あの、そういったこう。ノートが来る。そう,そ,うそう、スライドが来るときに、スライド。えー、そう、直接やると、指が痛い。手袋を持,手袋持ってくる。そうなんだ。<laughs> たまに見るアーケードで、そうそう、洗濯機、毎毎ね。あれは要するに、炎上にノートが出るよ。あれ見た感じ、すごい複雑そうですけど、いや、でも、タイミングは、要するに、音ゲーって基本的に押し方っていうか、どういうふうにノートを出すかだけじゃだけのところあるから、俺が今やったアルケインっていうゲームは、下に4つのレーンがあるけど、上にも来る。上に 上別側上側触るだけ。大して上下にある。そうそうなる。前々もそうじゃん。前々はハポっていうか、広い。360度みたいな。だから逆に言うとこういうなんかドーム状のやつに入ればこういうことできる。わけ確かに。これで足もやればもっと難しいダイエンになるよね。DDR みたいな。面白そうじゃん。ビートセイバーの近いよ。 あある上にあるあのキネクト用のやつなんですけどああ忘れちゃったなまあまあ、もちろんキネクトとかあとジャスダンスシリーズは上の方の判定はするから、ね、そうそうですねでももうちょっとなんか音ゲーよりも緩くできてるから大丈夫だけどだって結構さぴったしタイミングでこれやるの相当きついから、ね、<変>遠かったら届かないんですよ。<laughs>

あの実際画面に出てくるダンスってすごい難しいダンスいっぱいあるんですけど、うん、実際自分が操作してるのはジョイコン1台だけですよだからだから右のてしか関係ない <laughs> えそれ XAB とかは押すの、ねね、これでフルでそれだけそれだけでそうダンス踊ってる気分 そうだけどちゃんと画面に出てくるダンスをうまくねコピー真似すると自分がすごいいいダンス踊ってるように感じるけど実際ね右手しか考えないですなななないいいいんでもそこは割り切って簡単だけどやってる感じがねその点でいうとダンスゲームがやっぱり似たようなよさあって前レビューしたなんだっけあのゲーム 名前が出てこないブレイクダンスのゲームがありましたけねフロアキッズはブレイクダンスってさ明らかにアクロバティックで難しいのでできるわけないけどあれは XABY で押しながらとあとはくるくる回すだけで大体できてそれっぽい雰囲気になりますやっぱアニメーションもかっこいいしだから多分音ゲあ昔の例えばパラッパとかも含めてウィブリボンとかそういったものも含めてダンス DDR 的なものも含めるんですけどうん,、うん、なんていうその勝つかどうかあんまりそれ中止じゃないから、うん、あの自分がこう踊ってるような雰囲気で雰囲気になるとか自分がお音楽にうまくあのっ乗ってそうあのそういったなんていうかかか感じることフィーリングの方が一番大事だからこそシンプルまあだから入力とかは別に。 純粋な音ゲーじゃないけど水口さんがレズ作ったのもやっぱ似たような格好であれ難しいって比べとか言ってる時すごい恥って感いねいやいやほんとそうなんだけどレズの昔のバージョンとかね個人的にはシューティング好きな人としたら簡単すぎてつまんないと思っちゃうぐらいなんだけどでもあれはだからシューティングゲームな としててじゃなくてあくまでもあのいう空間の中でなんか敵倒してそれで音が一緒にねするのが楽しいっていうものだとは思うよね、うん、しまあ振動は家じゃできないけどさあのかあで体の動きも元の PS2 版の、えー、ブルブルするやつねあるんですよね俺がやったのは Xbox 版だったけ、ね、ど、うん、ま,まあせいぜいここは振動しますけどね <laughs> ああコントローラーが、うん、まあなんであの辺もねあのシンプルだけどそのフィードバックは気持ちいいというかうん、うん そういえばあの VR, VR になるとやっぱり<ー> <coughs> シンプルモノがベストだな、あのー、まあ難しいゲームやる気にならないとか気持ち悪いそうそうそうだから本当にこう十分あの VR のその利体感は十分インパクトがあるから複雑なシステムはそんなにいらないっていううまあやっぱりそれでビートセーバーとかすごく話題になるのはよくわかるよね見た目にもわかりやすいしす、ね、やってるの方も楽しいだろうし、うんうん、サンパ。ー サンパーね怖いんですよ、あホラーだから。大して何もやってないあのゲーム本当にこう。リズムゲームにしてすごい怖いと思うんだよね4つぐらいしかないんだよね。右、左っていう、あとグイーンっていくやつと、左、グイーンってやつだけぐらい。だけど、印象は強い。強いね。あれは演出の勝利だよね。あと音楽、あれはね、普通の音ゲーと違ってさ、ビートがあんまないじゃん。そうそうそう。すごいアンピエントなんだよね。めっちゃぐにゃぐにゃしてる。すごい顔がきたる。 変わくるですよね。怖いっす。やあくむですよ。ねさあ大体こんな感じかな。はい今週のテーマ皆さんシンプルイズベストなゲーム教えてください。好きなもの何ですか。知りたいです。知りたい。これから今週遊んでるゲームを言きましょう。はいはどうしましょう。シンプルなもので言うとじゃあいますね赤色。お。赤色シンプルだね。赤色はまあ俺ずっとやってるんで特に言うことないんですけどね。もうもう終盤に差し掛かってきて。はい。 まあ全然楽しいですってしか言がないです。一番最初に倒したボスは ?2 匹の猿。ああ、違う、その後も倒したけどまあ大きなやつは2匹の猿。2匹の猿とか言っちゃいいですかねあ、大丈夫です。なんかネタバレ気になります。多分そこまで。でも猿はね、俺の中では結構ね、俺2匹の猿戦った前に猿と戦って猿連戦になっちゃった。変な。すごい量が猿のこと。だから猿を、その前に3匹の猿倒してるから、ある意味ね、3匹ね、 7匹ぐら,ぐらいに猿連続して倒して気てるんで猿ばっかのゲームって俺いいあるん今。<laughs> セキュローホ猿ゲーセイ。エイパアウトの作戦みたいな。まい,い,いやだから。 だってあっ猿いっぱい実際出てくるもんね雑魚芸でもルートによって人によってルート変わっちゃうんでそうなる人もいるどっちのルートでもいるしこんな猿出てくるんだそう俺なんか猿にねオブセッションがあるんじゃないか宮崎さんはねなんであの猿出すの今までないからね何か怒ったんです宮崎さんに何か急に猿好きだっただただ思ったのは猿のさステージであの 奥の院の方で結構幻想的な雰囲気のいろんな日本の寺とかを参考にしてるからね寺とか人間のほうまさしく京都にあるようなとか清水っぽい雰囲気もあったしあと一応猿の設定は日光の東照宮とか結構その辺のものが見れるのが楽しいのとあとやっぱりお城とかの背景見てるの楽しいですね絵とか屏風とか切ったり屏風いっぱい切れるの嬉しい確かに楽しいですね あのなんかジャンプして突っ込むと物が壊れるっていう変な処理があるそうなんですよ <laughs> あのフロムゲーというか前もそうだったんですけど簡単にオブジェクトが吹っ飛ぶっていうんかね一応ね美子様っていう自分が使えてる主君がいるとこで、うん、下手にジャンプすると巫女様の前になんかバラバラってなっ,って「<laughs> 俺何やってんだろ」うみたいないですよね <laughs> ああそうですね刀はそこでは抜けけませんけどそういうね、うん、なんかすごいビビったるとこを見て結構楽しんでますけどうん、うん、はい。 でそれとは別にシンプルゲームにも関わりますがこの前東京サンドボックスっていうの行ってきました、はい、これはあの<ら>インディーのイベントで毎年一応やってるんですけどここでちょっと見たもので気になったものをちょっと説明し一つはます。ね、つはまた、うん、あの剣劇ですけど「かな刀ゼロ刀ゼロ刀ゼロはですねデブローバーデジタがパブリッシュするということで話題になってるんで結構あの人気が出るゲームだと思います。うんうん、これは、えっと、名前の通り横スクロール ええ剣撃アクションですね。ちょっと待って名前通りだったらもう刀は出ないということですね。刀ゼロ。刀ゼロはゼロは多分刀の名前なんですよ。ゼロっていう。刀ゼそうそう出ない。そんなことないでか。刀の名前がゼロなんです。よゼロ。ゼロマルとかゼロゼロゼロっていうね。まあともかくこれはあの剣撃なんであの近接攻撃しかできないんですね。相手は銃ってくるです。 まあだったらどうするかっていうとまあ普通にロールでかわしたりあと時間をねバレットタイムみたいに止めたりするんですけど基本的に難しくできててあの雰囲気としては横スクロール版のホットライン編も歩みみたいな感じでゴリゴリのねパターンゲーですパターンゲー覚えないとダメそう敵の配置がいやらしいなんか奥の方に銃が使うやつがいて扉がたって開けたからパパパって打っていくるん一撃死<う>一だ,だからどうすればいいかっていうとまあここに 近接のやつを一人バシュって倒した後そこをロールして相手がバババってやんだところをサクって刺すか、えー、あとはなんか物があるんで物はすべて一撃で殺せんの。投げつける。物乗ってピュッて投げたらズバッて当たって死ぬだ達人 まあそういういにアクションはかなりタイトルにできてるんですけど面白いなこいのはアドベンチャー要素が結構入ってて<ー>会話システムが結構凝ってて会話で選択肢が出る間一定時間待つと次の会話になったりでその会話によって結構ストーリーというか演出上の分岐は結構あったりするので良いですねこれ面白そう、はい、日本語はあるんですか日本語はねすぐ出ると思います。 期待です。まああとはですねえっとまあ気になったのは「ワンダー・イン・ワンダー」っていうこれ芸大の人が作ってる、はい、あのアニメーションを手書きアニメーションで作った 2D ゲー 2D んだろうなうアドベンチャーゲームこれはねかわいい <laughs> かわいいかわいいかわいいうさぎなんだけどうさぎあのなんかすごいのは。 日本,日本人じゃなくて、えー、とゲーム開発者って例えば、まあ、2D だったら例えば8方向のキャラクターの画像しか描かないじゃないですかあのその動く方向に合わせてアニメーション作る人この人たちはアニメーション作ってからアニメーション作ってんのだから全く見たことないような動きの方向のアニメーションがあったりする<ー>なんか手前に来たり奥に住んだりっていうのちゃんとちっちゃくなってくる。 スプライトの処理じゃなくておそらくちっちゃいやつを描いてるんですかだかその辺でアニメーションのリッチさが半端なくて逆にメモリ管理がめんどくさいって言ってましたね独特の独特のそう分岐するんですね要するにアニメーションって要するにこっち動いた時にこのアニメ出すこっち動いた時アニメ出すっていうのはいっぱいパターンあると重くなっちゃうんですなんで大変だって言ってましたねええ面白そうですねで最後がですね キネシスっていうタイトルですが <Yes. S 2> これはあのストレンジテレフォンっていうゲームとか作ってるユータさんの新作ですが、はいはい、これはあのシンプルイズベストなゲームで、うん、ジャンププラットフォーマーですけど、えっと、X ボタンかなんか押すと、えっと、画面を回転できる、うん、でその、うん、複雑な地形を乗り込んでいってくるこれは完全に即死ゲーで難しいゲームですけどまあ,あのアクションの味付けは非常に良かったです、うん、サクサクできて楽しいです、うんうん これはあの今開発版がえっと PC 版上で上がってますけどスマートフォンって出す予定あと PC 版も出すかもって言ってましたねまああのシンプルなゲームですけど意外にもうかなり完成してましたねうん、うん、まあ以上かなもうそうはいはい、はい、OK えー野口さんはいじゃあ僕いきますか、はい、えっと僕はあのボーダーランド3の発表がすごく嬉しくて、はい、ボーダーランド2の PC 版を新しく買って はいまた一から遊んでます振り返って折り返ってますまああのごめんなさい前で何でやったんですか前は三六マルで一回クリアしたのとあと Xbox One 版も買ってそれを二周ぐらいしたのを覚えてるんですけちょっと待ってちょっともう Xbox One 版持ってんのの PC 版いいや PC 版なんたまたますごいセールだったんですよでも持ってんじゃん持ってんですけど僕 PC だとほらちょっと環境違ったりしてあと若干綺麗にあと FPS とかも 120は出るのでそれもまあ、うん、新しい体験としてね遊んでます、はい、で面白いですね今やっても「ボタンツあの、まあ、とにかくひたすらねあの武器を発汗のスラッシュしてようなゲームなんですけど結構しっかりストーリーも描写されててキャラクター間のそのふざけた感じとかはまあや,やっぱり結構まだ独特な雰囲気あってあのあんまり他で見ないようなギャグのセリフとか、ね、ふざけたローカライズとか楽しめるのはまあまだ ボダランぐらいしかないんじゃないかなっていう気はちょっとします、うん、のとあとは「リスク・オブ・レイン2」も引き続きやっててこっちはあの前もちょろっと話したんですけどやっぱり一番個人的にいいなと思うのはあのプレイヤーの装備とかはあらかじめ決まっててそのキャラクターごとに<ー>だ新しくこの装備が必要ってことはないんですよねでここでそのステージで得られるのはあくまでそのモッドじゃないけど新しく追加される負荷の負荷効果というか なんか敵を倒したら、もう一体の敵に、敵が燃えるみたいな、連鎖攻撃続くみたいな。<ー>直接武器とかが増える感じ、ね、じゃない。ではないので,かで、ね。エンチャント、エンチャントみたいな、ね。そうですね。なんか効果を集めていくような感じですね。うん、プレイとしては。だから、武器に左右されるっていうことはなくて、その好きな武器は常に持ったまま。プレイできるってね、やっぱ嬉しかったですね。うんうん、改めて考えると。うんうん、でも、これエンドレスなんでしょう。エンドレスですね。だから。かそうなんです。だ、一回百十分エンドレス。 行っ,った時はもういいやってなって思いました <laughs>。<laughs> <laughs> え、そう。も自分でやるからずっと自分で辞めました。放棄終わんないんですよ。本当にだからなんかゴールは欲しいなって思いましたね。だまだそ,、ね、そのその時アクセスなんでそういうのはないと。まあ、もちろん製品まで多分ゴールとかつけてくれる気がするんですけどね。<laughs> そこはだから今後、前回は結構淡々としたゲームで、なんかそんなにストーリーを <laughs> もちろんないです。なかったんでこれもある意味シンプルイズベストなゲームな気はします。本当にストイックな、ひたすらななんだろうなダンジョンボーグを続ける,続けるって感じですね。あの今後、ボードランド3なんですけど、発表されて、うん、野口さんもワクワクしてると思うんですけど、基本、開発っていうのは全く。 もうほ,ほとんどの「のボードランズ1」「2」に関わった人間がもう違うとこ行っていると思うんですけどうかまあう正直トレーラー見た感じはそんなに変わってない気はしてるんですよまだ、うん、その前作とかと、うん、雰囲気もそのままグラフィックデザインとかも、うん、あとなんかふざけた感じのセリフとかはそのまんまだからまあ出てみないと分かんないんですけど今のところは普通に、まあ、前作というか正当進化して帰ってくるかなっていう予感はしてます。うん、うん なんかゲーボックスが例えばエイリアンズのなんだコロニアルマリーンズとかバトルボーンとか最近まこううまくヒットになったああそうですねそうなんですよその辺は心配ないその辺は今言われてみるとちょっと心配逆に言うとそのだいぶ立ってるまあだいぶ立ってるまあだいぶ立ってるしあのツーにバトルボーダーランスツーにまあ似てるっていうのはまあ一安心っていう感じかなそうですねだから分かったものやらなくていいから そうですねまあビジョンははっきりしてるんで、うん、結構アクが強いから、うん、そうですねまああとはそうそ<ー>うそ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 うるとそうそうそうってそう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 まうそ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 すそうそうそうそそ の例えばファストトラベルとかもなんかね妙な制限があったりして、まあ、そういったところも今そのまま持ってこられるとストレスになっちゃうって人は多いと思います、うん、シュータープラス RPG っていうジャンルはまあボダランの頃はそれほどなかった,かったです,、ね、すけど今でこそそれこそディビジョンもそうだし、うん、まあディ,ス,ティニまあスニーとかもそうだしディスニーとかそそこで、ね、どの程度新しい要素を取り入れるか、まあ、気になるところです、まあ、と その核となる部分、今言ってたそのシューターとアルプジンの部分はそのまま持ってきても個人的には問題ない気がしてて結構、もうすでに差別化はできている気はするんですよね。ボーダーランスの一番の特徴って多分武器がすごくめちゃくちゃ豊富にあって、うんそ,うね、その種類がとにかく豊富であと属性とかのものも含めるとなんかちょっとディアブロっぽい、うんうんまあ、よりハクスライに近,近いんですよね、ね他のジャンルと比べても。だかからあのディビジョンとかは結構あの しっかりとその武器のカテゴリーがあってで結構現実に近いような武器をデザインして踏襲して狙、ね、られてると思うんですけどももうボーダーランズはもう同じ SF でもデスティニーとは全然違った <laughs> もうよりふざけた感じでもう何でもあり、うん、だ,だって鳥が一発引くと六発弾丸出ます。あの とかなんかピストルでもねショットガンでも関係なくまあそんなふざけた設定があるっていうのが一つの魅力かなっていうのはその魅力は多分今出てきてもわら変わらない逆にねあのディビジョンもディスティニーもみんな真面目にやろうっていう気は、ね、<laughs> だから真面目と悪ふざけでどこまでねあのー、今その受け入れられるかはちょっと不明ですけどね。ただ、うん ダランズ好きな人は多分、いろい魅力だから。システム的な部分がアップデートされればいいかなそうですね、僕もそこですかね、主に。他は他はないです。終わりです。ボーダーランツ2から、ディビジョン2。しかも、ワンフィンガー・パンチ2。ワンフィンガー・デス・パンチ2。ワンフィンガー・デス・パンチ2だ出てないですからね。これからですから。ディビジョンはもう出てます。 ディビジョンツーをやってます鈴木。あの先月じゃない先週あの金曜日にアップデートが来ましてあのまあ新しい新しい拠点を叩けっていうミッションをやってます。拠点を叩け。そうあの敵敵勢力のストロングホールみそうストロングホールの実際実際なストロングホールを。最近多いな。多いですね。あのなんだっけタイダルベースっていう場所なんですけど実在する。実在するします。南の方にあるなんか。 なんですかね、ちょっと海っぽいとこに、うん、まあ要塞構えてそこを叩きましょうっていうミッションでしたでそれはまあまあんまり重要じゃなくて、うん、今はあのー、このゲームは、あのー、イースターエッグの敵がいるんですけど、うん、ハンターっていう<え>そいつを倒すのにあけくれています何体か隠されていてなんか普通にプレッシしたら分かんないような出し方なんですよね合わないんです、ね、隠れキャラってことねそうそう本当に隠れて ホテルのプールに行ってエモートをやると出てきてそういう条件なんだ。それ普通にやったらさまずやんないじゃんエモートだけです。知らな場所でネットで情報拾うのある程度前提の確かに。それやると突然現れてこっちを狙ってくるっていう敵をまあ倒すの今やってまあ完全に調べてますねそれを。えそれ完全にゲーム内もヒントないんですかね。ヒントあるのもあります。エモートのやつはねヒント多分なかったじゃないか。他にもなんかパソコンアクティベートして なんかここのマップにありますよみたいなヒントが出てそこに行,くと行って何かやると出てくる必ず何かあるんですねなんかしないと、まあ、ただ行くだけじゃ多分基本あないんだっていうのでまあ 嬉しい反面なんかここまで複雑にしなくてもいい作業作業感 <laughs> まあ確かに強くなって調べる調べるの面倒くさい、うん、最初の方は結構情報が錯綜してて、ね、これとこれをやるんだみたいにてて <laughs> 間違い情報みたいな<ー>必要以上になんかエモートいっぱいあるみたいな まあでそれもまあそれがされてきた,た、うん、マルチで誰かこれに行こうよとかいうのにつられていけばいいんでしょでそういう人、うん、お前の情報嘘だった教えてもらって教えてもらって行った限り出なかった,た敵がもう都市伝説化してる、ね、そ, <laughs> それは面白いけどまあディビジョンねあのこれアサシンクリード、えー、っとオデッセイかの時キも言ったと思うんですけど、はい、あの ちょっととプレイするるやこが湧いてて出くんでんか例えばディビジョンだとちょちょちょってこう歩いてたらあそこのミッション行きましょうってブレンドと一個通じないですか人質が取られています。で通信が入ってなんだやるしかねえな人質倒か人質倒すとちゃんと人質倒すとまずいよ人質を救うとちゃんと報酬があるっていうそこのゲーム的なフィードバックがかなり大きくてまあ楽しいですねアイテムがあるとか。 敵が戦っているとか。ああ、確かに、そういう突発イベントは豊富にあると楽しいですよね。超今回は多いですね、突発イベントは。あ、それ言うとボーダーランズにはそれはなかったな。入れてほしい。突発イベント。確かに。モダンなデザインなんだと思うます。モダンですね。なんか、例えば、敵の拠点みたいなもあるんですけど。そこの、ち、なんか、そこに、あの、物資を配っている敵とかもいる。はい、はい。そいつを倒すと、ここの拠点の脅威度が。ええ。なんか。 倒されたら逆にパープスってそうパワープスに警戒されてるじゃん警戒されてる弱体化じゃん強化されてちゃうの逆やばいでってそれむしろシャドウオブ・ウォーとかのシステムに近で最終的にはそこを仕上がった最も警戒されてるところを倒すとよりいいわなるほどじゃあ逆に鍛えて倒すんだそうちょっとなんか変ななんかこいつ倒すとあそこ強くなるらしいゲームはそうだけどでもそれは楽しいからそう ね、そこら辺のね、沿道コンテンツの作り方は結構、うん、面白く仕上げて、指合いの中で情報を共有して結構やりくりしてるんだなって感じをすごい受けますね。まあ問題はね、それでなんか、どれも似たようなゲームになってくる可能性はありますそれはある、それは,それは <laughs> あ確かに、うん、今回ダークゾーン、どうですか今回はダークゾーンで僕、あんまり行ってないんですけど、はい、雰囲気はね、すごくいいですね。ーあの 港町みたいなところあるんですけど、倉庫街みたいな。そことか夜の雰囲気はめっちゃ良かったでねライティングの感じがね、すげえ怪しい青い光とか、まさしくダーク。怖い感じで。あんま対人性はそんなやってないから。やってない。っていうような具合です、ディビジョン2。はい、ョンツー。僕はですね、あんまりゲームやる時間は最近いつも。 ないあ<ら>いから他で忙し最近あの映画とかの番組とかあそうですね。はい。アベンジャーズとかゲームストロンズとかも本当にこうやばいことになっているんです。うん、ただし数がもう,もう半端ないですけど、あのまあ、ちょこっとエイペックスとかやったりするどっちかというと、うん、じゃあ最近初めてしたこと<お>いくつかちょっとピックアップしたいな 一つはですね恥ずかしくないやつをお願いしますよ。知らなかったのそれ。じゃあこれは皆さん知ってる何でしょう ?JRPG あるじゃないですか。JRPG というジャンルが日本の王道のゲームジャーナルなんですよね。はい。これ初めて気づいたというか Twitter で見てえ本当だという気づいたことなんですけど。何でしょう気になる。 という4つの文字はビートルズのメンバーの名前ですよ。ジョン、リンゴ、ポール、ジョージ。だから、日本の王道のジャーナルの JRPG のルーツは実はイギリスにある。いやー、ちょっと思いもよらんとかなくて。 次、リンゴっていうのはおかしいな。ジョン・ポールいや、それはランキングじゃないジョン・ポール、ジョージ・リンゴただは並んでるだけだちょっと並んでるだけ誰が考えたんですかすごいな。ダイオン、ダイ大発ダイオンです。お初めて知りました。すべて変わりますよね、それで。変わりました。何が変わるのそれと、えっと、先週ですね、あの、えっと、コンテンツジャパンというエクスポ行きました。はい。 あのコンテンツジャパンはもういろんな複数の既に存在してたエクスポ。うんうん、VR のエクスポとかライセンシングエクスポとかいろんなコンテンツ関係のエクスポを一つにギュッとしたんですね。うんうん、だから1300以上のエキシビターがもうなな並んでやて,てええー、<の>大変。広すぎて大変でしたけど。うん、<laughs> その中でまあ VR ゾーンがですね、まあ、ちょっとだけ本当にあの取材ではなかったんで、ちょこっとだけいろいろ試してみたんですけど。はい あのまずですね、その中でピコ、ねえっと、というあの中国の VR 会社、ピコ、うんはい、の G24K というやつを試してみい。いわゆる 4K の VR。<PR> うん、しかも、えっと、コードレスですよ。へぇ、すごい。ここに直接出る。一応あのヘッドバンドだけで作る、ね、けど、スタンドアロンか。 どういうコンテンツそこで遊べるとか全くあんまりわからないんですけど、うんえー、4K の VR や,やっぱ違うよなと思った、うん、いわゆるきれいだってあのすっげえ細かいディテールまで見える、うん、あのゲームとか何でもそういったもの,あの、えー、体験になかったんですけど一つの映像だけあって、うん、目の前にちっちゃいこう虫がいる あ<う>ビートル、あ、まさ、あ、にビートルですよね。カブ,カブトムシ。目の前にす,、ね、すごい細かい細かい系までに、えー、そこまで見れるんだ。まあちょっと、うん、まだまだ他に PSVR とか、まさにこれからの p l a y s t a t i ええ、Switch の Switch のラモ VR とか、まだ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 これからあの進,化進化が必要進化が必要やっぱり。 その解像 VR になると、その解像度が、その、なんていう、え良、ー、い、えー、とかにつながるし、はい。目の疲れにもつながる。っやっぱり、解像度いい方が疲れにくいとかあるんですか、うんまあ、どっちかというと,リいうと、リフレッシュレートが一番いですあ、リフレッシュレートか、あ、そっか、そ,<の>そうですよね。もうん、解像度も、うんうん、あの、なんていう、こう、あれだったらさ、PSVR とかだとこう、なんていう、スクリーンドうというんですけど、 ドットが見える。ドットが見えるという。僕みたいな目がちょっと弱いと。はいはい。いつもちょっとちゃんとピンと見えない。はい。ぼやっとしちゃう。そうそうそう。まあ、そりゃそうよね。文字とか読むと全然見えないうから。だから、今回そのピコ G24K のやつは今年の6月に販売開始で3万6000円。安いですね。安い。さすが中国の会社。 頑張ってスキラスーとかね。スキラスーも結構安かったけど、まあそんなもんかも。うん、あとはですね、もう一つのものを展示されてたんですけど、レイヤーっていうんですよね。これは空間画面。いわゆる空間画面。えっと、ログラムプロジェクターを使った、ホログラムではなくプロジェクター系なんですけど、うん、何もないんですよ。画面のな、の何も何もこう当たるものはなく。 ちょっ空気ね。空気がちょっとだけ見えるようになってるんですけど、実際もう通れるし、通るときなんかこう寒く感じる、冷たく感じるかなと思ったら、それも一切なく。じゃあ何もない場所にそのプロジェクト、プロジェクションできる。とえー、すごい。しかもモーショントラッキングもできて、そうなんだ、すごい。もでん写真が画面に出てたすけど こうなんていうピンチとかあのあじゃここれとこれをああ回したりすごいな本当にそれを見て感動した未来感がすごい SF やあのちょっとだけこうあの動画を撮ったんですけど人が本当にその通ってるしそれでもイメージあんまりぶれないしそうなんだすごいな本当にそれなんか SF が出ててね確かに本当に粒子なんだと思うんだけどね光反射するようなそれに。 粒子のなんかまあ実際空気だけど、はいはい。見たいな、投射してる。その動画を早く見たいですね。スマホに入ってるんですね。あとは、あとで Twitter で、t w i t t e はいあとは、最近知らなかったけど、初めて知った。何と、さっきはそうかったけどね。あれもう一つで、この間、セガ方にいて、いろんな取材 してたんですけど、はいはい、基本的には IGNUS のコンテンツもまあ用意したりしてうん、うん、同時に日本版もまあ出したりしたんですけど、はい、その中で留学を解くスタジオのいろんなメンバーとインタビューしたりして今回ジャージー・アイズのハムラというキャラクターの差し替えはいろ、はいろ聞かせていただいて、はい、あのやっぱり早いですよねあのスタジオってすごいですよねと思ったのは、うん えー、そのインタビューにして,しては多分差し替えますとかあの発売ページになったのがの2週間後かな ?14 日間だと思うん。で差し替えはどんな感じですかって聞いたら、うん、もう終わってますと。<笑><笑>もう終わりました、ね。<laughs> 早いですね、本当に 2>, 2週間の中でそのキャラクターの差し替え、あの声の後の,のボイスの後ろにしてそ,、ね、しかもそれだけじゃないですよ。うん あの、いろんな例えばプリレンダーされた CG ムービーのまあ、差し替えそしてもう一回書き出したりしなきゃいけないじゃないですか。 そのゲーム内のスマホ持ってるんですけど、スマホの中にいろんなエビデンスが集まれたりするんですけど、その中にそのキャラクターの顔が出てるから、ああそっか出てきますね。テキストの差し替えとか、それデータの管理どうする？いやもうそれすごいですね。そうできるんだ。だからそれも複雑で、まあ確かモデルだけとかならまあできるのかなぐらいだったけど、そういういろいろあると考えて、考えてね大変ですよね。細かいあのうまく管理してるはずです。そうなんです。そうでよね。いやむしろでも紛れて。 て実は古い顔が出てれないやまありえなくないけまねまあ、そこは怖いな。それかデータの構成とかコースってい。それだけの速サプかで。ハムラってかピエール、滝を探せハムラ、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 ピエール、タを探せ じゃあ、りにあの卓球をいろんなところに行ったの石の卓球確かに。あ、卓球いたみたいな、そういうふうに売るのどうですかどうですかどうですか電気グループは ?9 が5卓。球が卓球が5卓がある ?9 が5になっちゃった。はい。まあ、えっと、記事はですね、IGN Japan ので掲載してますので、ぜひチェックしてほしいんですけど。 いろいろ記事2つ出したんで、あののうん、普通にこうインタビュー的な記事も掲載したんですけど、はい、やっぱりあのスタジオって感動的であんな速いペースでゲームも出せるのは素晴らしいことだけじゃなくて、うん、そのトラブルが起きたときに、差し替えそんなにすぐにきちんとできるのは素晴らしい。ね、あとは配信を待つだけですね。うん、そうですね、はい、できればアップデートしないでプレイできると、ね、あ<ー>まあね、みんなそのことは不安に思ってますね。 ね、やっぱりあの顔に対してあの顔っていうかピエールタキ自体にはまぁそうですよ。る人はいるし、まあイメージも結構強いじゃないですか。強いですよね。<ム>いいキャラだったからな。残念です、ね。どんな。などんなキャラになってのなるのか。るのか。すでにディスクパン持てるのであれば、まあディスク、そう、つなげないとかアップデートを切るとかするなるほど。ただ、まあめ面倒くさい。逆に、どれぐらいの顔に差し替えるとかあんのかなやっぱハムラっていうキャラクターはさ、別に一応。 ある程度さ、統一しなきゃいけないでしょ。はい。だから、全くさ、か、違う顔って言っても、すっげえなんか。シュッとしたイケメンとかだったら、おかしいじゃん。まあまあ。あの、あの、提出は。女性とか無理だし、少年になってても困る。わけですね。だから、その辺が、逆に、どういう顔になったか、すごい気になりますね。楽しみです。はい。はい。僕はそこまでにしようかな。はい。 じゃコメント。コメントです。皆さんのコメントコーナーいきます。はい。はい。ではいきますね。普通ヲタから今回の質問はなかったので普通ヲタオンリーになります。なかったみんはい。質問ください。なんで質問くれないの。めっちゃ悲しい。怒ってないよ。悲しい。えっとね前回はですね。いっぱい来てたので前回はあの難しいゲーム一番苦労したボスはんだろうということでテーマをしてました。でそれについてのコメントまず取り上げます。グランドリオさんから。 いたただきまし現在、セキロをプレイしている身としては、どのボスもめちゃくちゃ強いやつばっかりで、みんな記憶に残ってるんですが、相手フロ,フロムゲーを外すならば、えー、ドラクエ8のレディースですね、えー、最初に戦った時は、ああ、これは負けイベントだなと思うくらいに受けるダメージが高く、攻撃も多彩で、全滅して負けイベントじゃないと知った時は、軽く絶望した記憶があります。すまあ、こういう時結構ありません、なんか負けイベントかと思ったら、実はみたいな。 関野のサイの源一郎は本気で戦ってみたらあれこれは負けイベントがありますよねレタスじゃなくてレティスレティスレティスですレティスです英語でレタスというとレティスだからそこから来てるかもしれない鳥山明になくてレティスレティスでは次の方いきます FE さんからいただきましたありがとうございます自分は子供の時にマリオサンシャインのマンタに 苦戦したのをよく覚えています。やり方が分かればとても簡単なのですが、そういう気づけば勝ちなボスに苦戦した時の時の時間を無駄にした感じは悔しくて記憶に残っています。あるよね、これこういうこともありますよね。だこういうそうそうそうってやつでしょ。そうなんですよ、ありますよね。すぐパッと出てこない出てこないけど体験としてはいっぱいあるね。まあセキロもいっぱいありますね。それまあ必ずしも一パターンってわけじゃないですね。 パスはね、だからすぐに足せないとき、複数回どうしてもどうしても足せないときは、はいはい、はい、一晩寝た方がいいです。まそれは <laughs> まあ,あ確かにあります。うん、まあただあとまあこれ完全に攻略法みたいなやつけど、どのゲームにも言えるけど、はい、やっぱり自分の思考をフレームに押し込めないことはすごく重要で、逆にすごく戦略的に振る舞うなら、うん、毎回違うパターンを 試すはいいろんな戦略はいはい。で意図的に試して、まあまあ、ある意味これ総当たりなんだけど、はい、少しずつ消していくこれが有効だと考えたらそこから行くみたいなところは考えられますうーんそうですね、うん、はい では次、ちょっとまた話題変わるんですけど、はい、これ、コメントで来てたんですけど、舞台化してほしいゲームというコメントがあったんですけど、それについてのお便りも結構来ていて、ですねファンファンさんからいただきました、ゲームの舞台化ですが、私はラスト・オブ・アスの舞台の動画を見たことがあります。えー、カットシーンを演じた俳優本人が再現し、いね、その合間に音楽も作曲家本人が演奏するというイベントです。すごい 感想は純粋な舞台としては楽しめないがイベントとして,はしては最高だと思いましたということですねでこの形式ならシェンムーも可能だと思います倉部さん今いないんですけどぜひ倉部さんと松風さんでシェンムー3発売記念イベントに舞台寸劇をやってほしいです、えー、<laughs> まあまあ一,一部のシーンを再現するのは、ね、それはやっぱりできるんですできそうですよね実際にね、うん、いはい まだまだ他の舞台案が来てますので、きますね。はい。それはできるゲームとできないゲームあるというのは、その、なんていう、現実舞台的にいわゆる、あのまあまあ、それラストバス的なものはいはいできるけど。うんと、スーパーマリオですは難しいかもしれないね。できないはないけど、なんか、バカげてるから。この時の話に出たんだけど、デビルメイクライの舞台があるんだよ。そう、あるんですよ、今度。どう思う 想像つく。想像つく、デビルメイクラー。あ、そうか、これから出ます。想像つく。まあ、でもこの間あったんだよね、あの、えっと、ええあら、なんで出ない何でニアまあ、まあまだニアは可能そうだし、結構うまくやってたと思うけど、デビルメイクラては手がオートバイになったりするんだよ。どうするの や,や,るんで <laughs> やるんだよ。やるん曲芸どころじゃないです。サーカスでしょデビルメイクアウーライトエクスプレスは <laughs> もう人間たちが電車になってるからそんなに変わらないよ、ね、なるほど。えー、そういうのもあるんですね。 では、次の質問いきましょうか。はいはい、レックスさんからいただきました。ええ、舞台化してほしいゲームなら、ゴーストトリックです。そもそも舞台的な雰囲気があるゲームなので、舞台にしても、全く違和感がなさそう。でも、なんか、時間が止まった演技とかしなきゃいけない。<laughs> あと、あと、なんか、巻き戻ったり、あの、魂みたいな、ぴょンって動いてた気がするんだけど。ああ<ー>。なんか、ストーリーの進め方が難しいですね。うん。まあ、お話自体は非常にシナリオがよくできてるんで、多分、演劇とかいいんですけど、なんか、ゲームの、あの、プレイ感覚は結構難しい。 かなと。うんやったことあります、皆さん。僕ないんですよ。僕もうない。あ,あ、そうか、結構。まあ時間いじるの大変だね。そう、時間いじる系の,ものだ。そう、あるね<笑><笑>そう,う,うるかって、そ <laughs> うん、そう、そう、そう。そういうのどうするかってたけど、ね。ゴーストトリックは非常にね、<ー>実際にいいゲームで、シナリオがよくできてます。死んだ人が、まあ、その後、自分が死んだ原因を突き止めるっていう。なるほど。確かに。面白そうです。やりたい。パペティアやってます。 パペティア、パペティアの名前通これですよ。パペティアゲーム自体が舞台なんですね。はいはいはい。あれすごい演出としてうまく使ってるよ。あのちょこちょくこうカットシーンの代わりにさ、あのその劇みたいなのが、そうよ四大の壁を壊すあの対決を話してくれるんですよね。あのそれですごいなんかなんていうかなその パントマイムってわかりますか？ああわかります壁をねこういうやつですよねこういうああそれはあ違う違うえパントマイムそれじゃないのあこれマイムですあこれマイムなんだパントがつくと違うからですパントマイムはねイギリスの舞台の種類なんですよそうなんだそうなんだ今日は知ることが多い多いですね例えばあのその来場者のインタラクションをたくさん得たりとそうなんだ敵が後ろいるよみたいななるほど志村後ろだ志後ろ後ろだ そういったものなんですけど、まあ、まさにゲームの中でそういうの。出てええ、結構面白い。はい、えっと、コメントは以上になります。はい、ありがとうございます。 とというこで今週のしゃべりすぎゲームはだいたいここまでにしたいと思います。はい。皆さん、ぜひ質問やコメントを動画のコメント一覧でぜひぜひ残してください。いや、勉強だったな今日そうですね。まさか JRPC が。勉強になったそうだったのか。ショックショックを受けたあのあ。カット。カットシーンのカートでしょ。KD。ナリオカートのカートコベン。クリス。 あじゃないよ、ば、はあじゃ。ということで、今週はここにっいや勉強になったでしょうか。<laughs> はい、えとまた来週まで待ってお待ちします。ということで、また来週までバイバイ。バイバ来イ。